れしてないからね。段取りしてないからね。はい、では、ほら、どうしますか。今日、どんな風にしてあるんですかって、質問をいただいたので、ですね、これ、この上のところだけをいっぺんこう、一旦ここにほとんどピャッて止めておきます。で、これ、クルリンパです。クルリンパですって言ってわかるでしょうか。ちょっと一旦、これが、ちょっと仮止めね。で、要は、これが仮止めの状態で、この襟足のところだけを、1、2、3、4、5で、普通クルリンパって下にすると思うんですけど、上クルリンパをここでこうして、そしてここでもうキュッと、これが 上クルリンパです。で、これをこうして、このぐらいにして、これをこのコンマグリップでこうですね、はい、でほぼこれで完成です。で、これだとちょっとここスプレーをしたくない人、ここだけちょっとスプレーしてるんですけど、ここが落ちてくるなっていう時のためにピンを後ろ、ここの髪の毛が落ちたくないなっていう人は、こうやってここにこうピンを刺しておきますね。こうやって刺します。そういうことで、ここがもしここが浮いて嫌だなっていう時に、こういうこう、ここはサテンの布になってますね。ここが黒のただのこう塗ってある分だと、こうしてるうちに取れてくるんですよ。で、こういうこうちょっとサテンのこういうタイプだと、ここに留めたときに浮かないので、一応これが今日してる髪型です。クルリンパで襟足がちゃんとこう止まってる状態ですね。で、これになるためには最初にちゃんと普通に、髪洗って、髪洗うときに毛先だけ先にこうちょっとトリートメントないし、リンスでもいいんですけど、毛先だけリンスをしておいて、で、普通に髪を洗いまして、で、ちゃんと、泡を全部取って、まあ、当たり前っちゃ当たり前の話してますけど、取って、そして、トリートメントをして、で、トリートメントをしてる間に、他のことして、っていうような感じで、で、洗い流して、で、しっかり、ちょっと。で、ブローしますね、ブワーってね。乾かして、それで、毛先というか、立ち上がりのところだけ、冷風をかけます。冷風。だから、あとこう、この辺とかも全部冷風かけます。ツヤが出るので、その方が。そして、ちょっと、こう、流さないタイプのトリートメントを、ちょこっとだけつけながら、カーラーで全部巻きます。そしてカーラーで巻いてる時間にお化粧をして、そしてお化粧ができてしまったらさっきのことをします。このゴールデンボイとかここの部分だけをちょっと取っといて、それで下をクルリンパで上クルリンパをしてまとめてっていうのでこういう状態になりますので、一応髪を巻くとこんな風にこんなところが、ここのところだけはちょっと少しふわっとしとくと奥行きが出るのではないでしょうか。なので、一応一人でできる紙結びでした。っていうか、これ後ろに巻きたらこんなのが映るよけどいいかな。もう NG じゃないよ、これ。いいよね。これ T ポイントで安く買った巻きたです。コードレスと巻きたので、届いてきました。宮城からわざわざ送ってくる。全国一律どこでも800円やと。良心的とも、で、充電はあの時間でまだできてない、まだ。もうできた。できた。じゃあ
ちになるんですね。わかりました。で、いいんじゃない？音だけ変えられたんじゃない？はい、聞こえました。いやでもほら、うちの母のところにあった、奥にあったやつの今のバージョンって感じ。そうですよね、はい、私持って帰って、あ、どうでも、またもうあれの時はこれも上にやった方がいいや、ポットは。そんな必要ない、上は。いらない。あの、私はちょっと家が階段山やけ、階段絶対言っちゃう。もう、あれ持ってこう、ちょっと危ないっちゃう。もうどう、はい、あの、危ないもんやけどね、だからちょっと。うん、なので、まだちょっと、奥の洗濯機は変えてます。で、洗濯機検索したらさ、ないっちゃう、意外と。ああ通販、洗濯機弱いね。送料がかかるから。送料かかるけど、みんなが出したからみたいね。うん。で、結局ほら、設置してもらわないかやない。ああ。だけやっぱ、普通の家電屋さんで買うみたいね。ああ。うん。高いっちゃう、結構。高いのしか出てなかった。ああ。うん。だけ2万いくらいくらとか3万いくらいくらって言ったら安い方やんね。直接買ったらね、直接買うときに比べたらね、やっぱこの辺はミスターマックスが一番最安値やね。ああ。リアル店舗やったら。ああ、うん。ただしさ、東芝やったっちゃけど、メーカーは。東芝と、でも東芝やけんって言ってさ、もう、はい、もう売りっぱなしで、よ、なんかあったとき修理はしませんよっていうことないよね。ないですね。っていうか大体修理まで専門ね、みんな、はい。持ってってもらうかどうかって話やろ、結構。はい、そうです。ね、はい。で、ある意味修理しきっとしと、しきっとは上手にまた売りをしちゃったよね。多分、はい。ね、これ。あの船井のほら買い取ったやつ、あんま検索しないってあれ、ほら2つあったろ。ああ、今からですけど。だけど、これもし、外れ、どっちかが外れ、だって、あんな売りに来るってことは土下座るじゃないのかよ。ああ、分かんないです。ねえ。高すぎた、あれ。一応、綺麗買ったらいい値段言っとったけんね。ただ、ほら、タバコ臭とかひどかったけんさ、ちょっともう、あれしてる。あの、なんか、レコーダー、プレイヤーじゃなくてレコーダーやけどね。で、いろいろ使えるけど、ほら、あれはあれでいる人があるやろ。作動、動作確認ができてない。動作確認どうやってしたらよかったとかだ。下にあるモニターをつないでやるしかないです。まあ、再生ぐらいしかできないですけどね、短時間で。そうやろ。で、預かった方のノートパソコンは女性の方が立ち上げてくれんちゃって、ちゃんと高校で、まあ、で落としてくれんで、はい、なんもほら、あれも、何こんなあ、そう。とかもなかったけどね。はい、だからこれやったらいいなと。で、預かりやけんね、別に。だけど預かりでも流れることもあるけどね。はい、ちょっとそれだけ。だけちょっと一応心配、不安要因は、あと、普段の、あれ、二つ。どっちかが壊れとっても、どっちかで救えるかなと思った。片方が1万円でいけば、なんとかなるから、はい。片方がダメかも。ジャンクってことで出す。ダメなとき。ジャンク。まあ、ダメなとき、うん。すみません。お手伝いかけますけど、よろしくお願いします。ということで、あ、で、ここはスプレーかけてます。ね、こんな動画でいいとか。あちゃこちゃ話してから、ここはスプレーかけてます。何の話してからの。ね、あの、うちは、あの、母方の家系は、もう、あの、霜が降りるんですよ。だから、1ヶ月に一遍染めてます。はい、もう、避けて通れないんで、はい、なので、ちょっと一応、毛染めやって、もう月に1回ですね、しております。ということで、あの、一応、あ、で、着付けの方で、この直接また、あの、お聞きになりたいという時は、あの、直接も、実演もいたしますので、で髪の毛の長さはですね、あのセミロングです。やっぱこれあのこういう髪ってセミロングないとやっぱ厳しいですね。一応これは一人でできるまとめ髪、通常の着物のあれですね。あの
すっごくよそ行きっていう場合は美容室でやっぱりこう自分が思ったような形にしてくださる美容室っていうのは持ってらっしゃった方がいいです。これ日頃のちょっと自分でするぐらいの髪って言ったらこれでいいと思います。あとそれから例えば今回もお茶仲間がお家元研修に行くんですけど、お家元に1週間なら1週間っていう時、自分で髪の毛をパッとして着物をパッと着て行かないといけませんから、いちいちその美容室に行ってどうのとかいうできない環境の時は自分でするとなると、まあ、こういう形でされるといいと思います。でこれ要するに何がいいかっていうと、今確かに下の方に輪ゴム使いましたけど、上の方にヘアゴム使ってないので痛くならないんですよね。髪の毛をアップした時って引っ張って痛くなる、痛いっていうのが一番なんていうかな、辛いと思いますので、なるべく痛くならないまとめ髪っていうことを一応私は念頭に置いてしてますということで、一応今日はそういう簡単にできるまとめ髪でした。